大丈夫。君はそうはならない。ようこそクリムゾンクランへ。今回あなたのナビゲーターを担当させていただきます。クリムゾンクランを開始するにあたり設定を行います。まずはあなたの名前を入力してください。設定完了しました。次は仲間を集めます。登録特典として仲間をゲットできるチュートリアルガチャを用意しました。ボタンをタップしガチャを引いてください。オーダーナイツ所属、結城凪だ。よろしく。見ていられないな。俺が手伝ってやろう。
命がかかってようが、ゲームなんだから楽しまなくちゃ。あんたもそう思わない？おや、また会いましたね。いいですよ、力になりますとも。で、いいえ、俺は誰をやればいいか。君か。いいだろう、力になろう。よろしく。君と一緒に戦えて嬉しいよ。この俺が女王様のしもべ。いいね、ありだぜそれ。ただし、全身全霊で俺を楽しませてくれよ。頼もしい仲間を獲得できました。今回はアイテムもおまけでプレゼントします。以上で前準備は終了になります。お疲れ様でした。では次の工程へ進みます。ここはストーリーリスト画面です。選択したストーリーを読むことができます。ストーリーはランクを上げたり、仲間を育成したり、条件を満たすと解放されていきます。今回は新しく解放されたストーリーをタップで選択してください。君をずっと待っていた。君に僕らの力を託せるこの時を。でももう限界も近い。だから先に言っておくよ。最後の瞬間に僕らはいないから。本当にありがとう、みんなを救ってくれて。頭を下げて。ごめん、間に合わなかった。
君の友達も俺たちが守るべきだったのに、どうか許して。何をしている？戦闘中だぞ、アリサト君。ユキさん、すみません。礼はいい。それより、その子のその姿、間に合わなかったか。キリがないな。君、立てるかい？悪いけど説明は後だ。僕たちから離れないで。あの、ユキさん、今だけはひとまず見損なわないでくれ。こんな時にまで我を通したりはしない。ここはひとまず共同戦線だ。はい。お、なんだなんだ、楽しそうなことになってんじゃないか。この声、まさか。よりにもよってこんな時にか。二人とも僕の盾の後ろへ。いやはや、たまには面倒なクエストにも顔を出してみるもんだ。こんなおいしい場面に遭遇できるんだからな。クゼレンヤ、やはり貴様か。ああ、お前は確か宗師の金魚の糞だっけ。よう、久しぶり。久しぶり。昨日殺し合いをした相手の顔くらい覚えておいたらどうなんだ。昨日？そうだったか。職業柄人様の顔を覚えるのは得意なはずなんだけどな。ま、それは多分お前に興味がなかったってことだな。悪い悪い。おざいたな。と、野郎のことはどうでもいいんだった。それよりそっちの彼女が新入りだな。うちの客じゃないか。しかし結構な上玉と見た。さらっちまうか。誰が貴様などに。行くぞ、構えろアリサト君。落ち着いてくださいユキさん。相手はインフェルノのマスターです。俺たち二人だけじゃ。もういい。ならば君はそこで見ていろ。血の気の多いやつ。けどまあ、せっかく出てきたんだ。ちっと体を動かしていくのも悪くないか。やるしかないのか。この曲、あの人も来たか。ほんと、どうしたんだよ今日は。パーティーの予定でもあったのか。そこまでだ。全員剣を引け。花が戸惑っている。暴力の虜になってはならない。
さら引けるものか。行くぞ行くぞ。フゼレイヤ、フゼレイヤ。えいえいえい、いつでもいつでもどうぞ。争いは止まらない。ならライブしかあるまい。君、大丈夫かこれ、まさか、LP が切れて。無駄だよ。病院じゃどうにもならない。今ちょっといいかな。彼女のこと気になるだろう。全部教えてあげるから。
うん、客か。ああ、もしかしてそいつらが昨日助けた。そう、幸い病院へ行く前に会えた。あ、そうだ、自己紹介がまだだったね。俺は有沙と亮、考古学部の2年生なんだ。俺は経済学部3年、八坂隼人で、お前は？それは、あいにくだが、そいつは無理だ。そうなったやつはもう元に戻せない。君たちは巻き込まれてしまったんだ、あのゲームに。お前はもうプレイヤーになっちまった。だから戦わなきゃならない。その子のようになりたくなかったらな。クリムゾンクラン、この街で行われている命がけのゲームさ。